こうやって上からね取るものとかもね結構あるので、こことかは土足厳禁です。こうやって基本的にねやり方も説明してくれてるんで、これの真似とかをしたりね、こうやって撮影の足のマークのところで撮るとうまく撮れます。はい、こちら動物の世界です。ここにねマークがあって、あそこあのライオンとかに座るともう座ってるように見えたり、まあここだとね狙われてる風とか、まあそこね、あとこっちはキリンに舐められてるのとか、まあここはねどんな動物がいるか見たりとか、まあいろいろとできるね、ここのやつの楽しみ方がたくさんあっていいです。次は2階ですかね、来たんですけど、飛び出し目のところにこのお姉さんがいたんですけど、さっきね別の扉なんかどっか部屋入った時のねお姉さんがいて、私さっきからお姉さんに本当にビビってますね。なんか本当にね、今わかりました、なんかすごい異常な顔という雰囲気なんでね、結構怖いんですよ、さっきからお姉さんは怖い。で、まあ、こうやってねどういう風に、ね、撮るかっていうのは書いてあるので、こういうのを見ながらね撮るとうまく撮れます。あと結構土足厳禁のところあるので、ね、そこは気をつけてください。そうするだけみんな綺麗にね使えると思うので、トリックアートがね一応ずらずらーって言ってもすごい今楽しんで、あさっきあれの男の子が、ね、本物かと思ったら違ったわ、あれだ。でこれはね影なんですけどね、これ暗くてあんま分かんないな、なんでもないんですよ、あこれの分かるかな、なんでもないんですよね。でではねライトの方つけます、タラン。はい、恐竜が完成しました。完成、まあ恐竜でした。実際これ、あ、こうやって見たら分かる。はい、こんなね、なんでもないものです。もう思いながらちょっと手があるなって、今だったら分かるかなっていうぐらいで。で、あと下にもね、あの、下のやつを上から撮ると、あの、いいトリックアートにね、なってるっていうのもあるので、そういう場合はね、ちょっと二人組とかで、片方下、片方上とかでね、撮ることになります。で、これとかもね、こういうのもあって。あとはね、自然とね、どういうふうに自分でね、撮ったりするか、もうすごいね、これ。撮ったりするかを決めたりですね。面白いです。すごいこの子供でこの筋肉すっごいわ。でやっぱりはいね、もうそのままですね。はい、次行きます。はい、ここね肖像写真っていうのはですね、ここら辺のドレスをね好きなように使ってね撮れます。まあ、マイクとかもディズニーキャラクターとかもあるし、こういうねまあドレスもいろいろとあるし、まあ気分に的なのもういろいろとあるし、ということでですね、私はここでね3着このドレスとねマイクとプーさん来ました。でてて角を触ろうとする、うわわわわわ、すごい、あすごい入り込んじゃう、面白い、あうわすっげえ面白い、ビヨンビヨン、あの上にもあるやん、動画でカメラが、まだ子供用だ、ちっちゃい、でーんでーんでーん、そこの下、うわ、ほんとすっごい、そこの下に、うわわ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 、これはトト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 って言っちゃうやつだ、すごい、前に行って、おー、ここ座ったら、一度座ったらもう立てないらしいので、私はもうここで閉店までぐっすりします。バレないなら明日までいます。あ、あとはよい、立てました。これ、さ、おお、気持ち悪くなってきた。本当はここ体調不良の人とかはね来ちゃいけないらしいんですよ。マジでそうかも。じゃあこいつを、こっちはこれは行くんだね。じゃあそういうことですね。はい、こちらです。ということで、だいぶ楽しんでおります。では、全て終えたので帰ります。ここが出口ですね。かわいい、マサは相変わらずマスで、最後はね、まあ、最後っていうかこっちからね、どうしたいの問題クイズが、ね、まあ、よく、まあ、美術の教科書とかに載ってそうなタイプのがあの、あって、最後猿に見送られて出口となります、というか入り口に戻るという感じですね。終了。ということでこちらで終わりになります。すっごい楽しかったです。もうね、なんか年齢的にねちょっとあんまり楽しめないんじゃないかな、恥ずかしいかなって思いが強かったんですけども、全く関係なく楽しめたし、私驚くのがね見
っくりするタイプなんで、すごいねキャーキャー、女性らしい声を出しました。ではこちらで終わりになります。さあ歩いてここ出口です。でここね最後にね、人気作品がねベスト15が載ってます。結構ね見切れたけど、いくつかはここら辺とかね、なんか見つけられないのもありました。全部ね見つけられる人は素晴らしいですね。でまあね、回収箱あるので、答える方じゃないか、これを回収するんですけど、はい、入れる方はどうぞ。でこちらで出口になります。これサービスでですねドリンクいただきました。私は黒糖ラテにしましたね。で電車とか見えて最高、こんな感じのトリックアートもあります。終了。It's